さあ始まりました。ボクシングのボクシングによるボクシングのためのボクシング。私 DJ ボクシング&ボクシングでございます。さてここ最近もまたいろいろなボクシングニュースが溢れていますが、まあ、個人的に結構気になったのはライアン・ガルシアが自身のトレーニングコーチをエディ・レイノソからジョー・グーセンに変更したこと。まあ、このガルシアのコーチ変更だけならまだしも、その後このガルシアのライバルでもあるティオフィモ・ロペスが自分の新コーチとして逆にレイノソを考えているなんて発言していて、さすがにロペスとガルシアはライバル関係にあるんでなかなか同じコーチの下でトレーニングというわけにはいかないんでしょうけど、まあ、もしかするとロペスは以前からレイノソのことが気になっていたのかもしれませんよね。まあ、まだ実際ロペスがレイノソと組むかどうかは分かりませんが、まあ、前回の試合で負けてしまったロペスが新たなチーム編成を進めていくのか、そしてガルシアがトレーナーを変えたことで復帰戦のパフォーマンスがどうなるのか、この辺は楽しみですよね。他のニュースで言うと、スーパーフェザー級のオスカー・バルデスとシャクール・スティーブンソンがそれぞれ直接対決に向けた契約書へのサインを済ませたなんてニュースもあって、まあ、僕が読んだニュースによれば今年4月30日の開催でほぼほぼ決定ということなんで、この試合もまた公式発表が非常に楽しみですね。それとここ最近実は個人的にすごく注目している階級の一つでもあるライトヘビー級で WBC、IBF 2団体統一チャンピオンのアルツール・ベテルビエフと WBO チャンピオンのジョー・スミスが6月に世界3団体統一戦を行うかもしれないというニュースもあって、これも決まったらほんとやばい一戦ですね。まあ今ライトヘビー級って本当に面白いんで、今年も盛り上がっていきそうだし、皆様もぜひ注目してみてください。まあ、なかなかライトヘビー級に焦点を当てた動画を作っている方っていないと思うんで、このチャンネルでライトヘビー級についての話をするっていうのもありかもしれませんね。あとは先日行われたダニエル・ジェイコブスとジョン・ライダーの試合、まあ、これまだ見ていない方もいるかもしれないんで結果はあえて伏せておきますが、この試合の試合結果をめぐって結構アメリカとかイギリスのファンの間で疑問の声が上がっているんで、これも英語圏のボクシングメディアでは話題になっていますよね。ただそんな数あるボクシングニュースの中でも日本人ファンとして特に捨ておけないニュースといえば、とうとうあの男が改めてトレーニングキャンプをスタートさせたという情報が入っています。今回のトークテーマは IBF 世界ミドル級チャンピオントリプル G ことゲンナジー・ゴロフキンが次戦に向けたトレーニングを始動させたことについて。当然このゴロフキンの次戦の相手といえば同階級 WBA チャンピオン村田諒太選手ですよ。このゴロフキン対村田諒太戦、本来であれば去年の年末に行われる予定だったんですけど、これはコロナウイルスへの対策の影響で外国人が日本に入れないという状況になってしまい、泣く泣く延期になったという経緯がありましたよね。これはね、本当日本中の格闘技ファンを悲しませることとなった延期発表でしたが、ここに来てようやく新たな日程が発表されそうな雰囲気が出てきましたよ。というのもゴロフキン本人がトレーニングキャンプのスタートをご自身のツイッターで報告していたんですけど、そのツイートの中に4月の上旬にリスケジュールした村田戦について公式アナウンスが近いうちに発表されることを祈っていると書いてあるんです。で、さらにその文章の締めくくりとして日本へ行けることを楽しみにしていると記しているんですが、その後に2022年はさらなる大きい出来事が起こることを期待しているとも書いてあるんです。このゴロフキンが言っているさらに大きいこととは何か、これはもうボクシングファンであればあれのことかと予想がついていると思いますが、当然これはカネロとの第3戦目ですよね。要は
村田戦は勝って当然で、カネロとのさらなるビッグファイトに向けて楽しみな一年になりそうだっていうことを言っているわけですけど、まあ、これというのが実は今カネロがマッチルーム社と新たな契約更新のためのネゴシエーションをしているところで、その契約交渉内容というのが今年ダゾーンでの放送で2試合をするというもので、1試合目は今年5月の開催でライトヘビー級 WBA チャンピオンのディミトリー・リボルト、そして2試合目は9月の開催でゴロフキンとの第3戦目、まあ、ビボル戦もゴロフキン戦も非常に興味深いマッチアップですが、特にこのカネロ対ゴロフキンパート3っていうのは随分長いこと多くのファンから待ち望まれていますから、まあ、マッチルームやダゾーンとしてはなんとかこの契約を締結したいところですよね。ちなみに契約金は2試合で8500万ドル。この録音時点でのレートで言うと、日本円にしてなんと約98億円。さすが世界ナンバーワンボクサーですよね。カネロとしてもこれだけの大金を稼げるチャンスですから、僕はこの交渉は結構うまくいくんじゃないかなっていう気がしているんですよね。まあ、当然最後の最後までどうなるかは分かりませんけど、もしこういった契約交渉が全部うまくいって、その上でゴロフキンが4月の村田戦、カネロが5月のビボル戦に勝てば、今年の9月満を持してカネロ対ゴロフキン第3戦目が見られるわけですね。で、多分この試合はスーパーミドル級で行われるでしょうから、これまでずっとミドル級でやってきたゴロフキンが1階級上のスーパーミドル級では一体どんなパフォーマンスを見せるのかっていう新しい興味も湧くマッチアップ、まあもう3回目はいいよなんていうファンも一定数いるでしょうけど、多分その人たちも試合が行われればなんだかんだ言って見ちゃいますよね。まあ、とはいえこの全ての計画はゴロフキンが村田選手に勝つことが前提になっているわけです。まあ、これはね、日本人からするとちょっと悔しいんですけど、まあ、ただ少なくとも僕が目にするボクシング系の情報ソースの中で村田選手がゴロフキンに勝つって予想している人はほとんどいないんで、まあ、日本の YouTube チャンネルなんかでは日本人びいきの目線が大いに入った予想の中で村田選手にもチャンスがあると発言している方がいますが、うん、まあとは言ってもね、これまでの両者のキャリアを比べればどちらが勝つ可能性が高いかは意見が偏るでしょうし、こういう川山陽をプロモーターたちがしたくなるのも当然なんですかね。まあ、逆に僕ら日本人ファンからしたら、こういう状況だからこそ村田選手に何とかしてほしいという何クソ根性が燃え上がってきますし、もうほんと今からワクワクが止まらないんで、早いところこの延期後の日程を公式アナウンスしてほしいところですね。まあ、公式発表があった後に僕も勝敗予想の動画を作りたいなと思っているんで、皆様も一緒になってプロモーターたちからの公式発表を待ちましょう。ということで今回は少し短めの放送になりましたが、まあ、日本のボクシング史上でも最大級の世界的ファイターが来日することになるこの一戦について少し動きがあったので情報をシェアさせていただきました。今回の放送はこの辺りで終わりにしていければと思いますが、まあ、このゴロフキン対村田亮太戦、この一戦がどういう展開になるのか、あるいはゴロフキン本人とか海外のプロモーターたちがこの試合を度外視にして先のビッグマッチについて画策をしている姿勢についてどう思うかなど、皆様それぞれのご意見やご感想もこの動画のコメント欄にてお聞かせください。それでは今回も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。よろしければインスタグラムのフォローもお願いいたします。ではまた次回の放送でお会いしましょう。